僕ガソリンのスタンドの匂いめっちゃ好きなんですよ。ガソリンスタンドの匂いスタンドができる。なるほどね。ガソリンフレーバーね。ほとんど寿司ネタはなくなるんじゃないかっていうような。回転寿司でハンバーグ食べたら「お前そんなん寿司ちゃうで」みたいなことを言うやつですけど、もうそれを食べるのが普通になるって。場外ホームランがなくなる。インナー56枚着てる人とかいなくなるってことですよね。俺こんなに着てんねん。雪食べる小学生とかね、振り袖とかモフモフのなんか。今暑くてやってられないですよ。大豆が取れなくなって高級食になって、昔は投げてたらしいですよねっていう。なるほどね。ああ、いいですね。